しくた。はい、おはようございます。3日目になりました。で、今ね、朝3時40分でちょうど夜明けのタイミング でここはね、函館から東に走って日浦岬っていうところに来ました。まあ、なんかこの辺でもチョーカー情報があったんで来たんですけど、ちょっといざ来てみたら、ちょっと大場所っていうのかな、なんかシーバスが出るっていうよりは青物以上、下手したマグロ出んのぐらいのとんでもないでかい岬 でちょっとうねりも残ってるんで、安全第一で、ちょっとレーダー装備なんで無理できないから、ちょっと腰引けてやろうと思います。これまで波来るんで気をつけていきましょう。先発ポースガイルでちょっとピーも太くしました。 1.5 号まで、 1.5 号までしか持ってきてないんで、ここで 1.5 でなんかいろんなのかかりそうだから、 1.5 じゃ怖いぐらいですね。竿もハイローラーだし、シーバスを釣りたいって感じで来てるんだけど、まあ、一応地元のゆうきくんって子がサポートしてくれてるんですが、しかしこう自分がちょっと今日はね、ここ行きたいとかここやりたいって、航空写真でもね指定して連れてきてもらったんですけど、ちょっと大場所すぎ。これが本州ならヒラスズキがすごい出そうですけどね。さすがにヒラはいるのかな。北海道の日本海側の磯場ではヒラスズキが上がったってインターネットで見ましたね。足元は昆布だらけ。ガエルは飛ぶんで飛ばして、昨日はね一日いろいろやったんですけど、何にもいいとこなく、アメマスっぽいバイトがあったぐらいですかね。今日はちょっと一転して磯場とか、夜になったら明暗とか、だからやっぱシーバスっぽいとこ探して入ってみようかなと思って。あれ、青森県、おお、大間崎だ。本州がうっすら、津軽海峡の東の端っこだね。すげえとこ来たなぁ。ここは初めて来ましたね。おぉ、もう一個後ろに行きたい。間もなく夜明けだね。日の出だね。しょっぱ。もうちゃんとした海だ。鎧の 140J の方で。より飛んで沈んでくれる J で。もう北海道の端っこだからね、ちょっとシーバスってよりは本当にマグロとかすごいでかい青物がかかっちゃいそうで、こんな竿でやっちゃいけない場所です。多分南西でこっち方向からうねりが来るんだね。太平洋側から来るんじゃないんだよ。日本海側がすごい荒れてるんですかね。わ、でかいセット来るぞ。これすごいセットだな。絶好の平日和、いい晒し。平ならあそこ、あ、ヒラスズキやりたい。水深どれぐらいなんだろうね。ちょっと下に沈めてみたくなったんで。スピオリティの22で、風が強くてそこが分かんない。深い、15ぐらいある。なんか全然シーバスのイメージないシーバスが釣れるイメージが湧かない。ヒラスズキだったら分かるけど、北海道だしね。なんか青物か、まあ、今はジョルティつけて沈めてるんで目魚がね釣れそうだけど、うおー、セットだね。よし、じゃあルアーを変えます。メタルシャルダスの 25g にします。ブレードキラキラで、上の方下の方差を取ってみます。ちょっと大場所すぎたね。ちょっとね、いろいろ足りない。装備も足りないし、この竿で、こんだけちょっとうねり来てる中で、ここまで下がったとこなら安全なんだけど、ハイローラーですからね、ML ですから、かかって、もう掘れるかなっていう問題で、ちょっと場所変えようかな。せっかくここまで来たのに、初場所は思うようにはなんないですけどね。夜明け、日の出だね。いやー、朝まずめ、絶好だったのに、貴重な、少ない朝まずめを。ポイントとしては最高にいいんですけど、なんだろう、良すぎ、いい場所に来すぎましたね。良すぎた。これはね、マグロとかワラサが出ちゃう場所で、まあ、でもここでやっぱりシュアジリングやってる人にシーバスが上がってるんですよね。だからまあこういったとこにも回遊してきて、ただベイトが岬だから、ベイトがねこう次々刺してくるときに続きが釣れるんでしょうけど、ちょっとね、仮にその辺がかかっても、このうねりがでかすぎて、前に出れないんで、ちょっと竿が合ってない。普通平の竿とか持ってくればよかった。
シイラとかも釣れそうなぐらい潮目ががっつり寄って流れもバンバン来てる。この時期さすがにまだ早い、9月ぐらいとかだったらシイラも出そうな。いやでも来ないと分かんない、すごい可能性が凄まじい。北海道やばい。なんか根魚なんか入れ食いなのかと思いきや意外と当たんないよね。さっきジョルティで毎回そこ取ってなるべくそこべったり、まあ、せいぜい 2,3 メーター浮かしたぐらい引いてたんだけど一発も当たんなかった。太平洋側からこの巨大なうねりがね、まあとはいっても波の高さは2メーターもないぐらいなんだけど、すごい遠くから来るんだよね。沖縄とか沖縄よりもっと南の海から来るようなうねりは合わさって合わさって合わさってくるんで、波は2メーターなんだけど、その波の幅が30メーターとか40メーターあって、そうすると来た時にそれなりのこうパワーでそうね上がるんですよね。50メーターぐらいのピッチだと本当に何だろう、一気に持ってくるんで一番危ない波かなと思って、それぐらいだとまだねこう予想がつくんだけど、あんまりピッチが長い波だとちょっと高いってだけで今まで平気だった場所まで全部持ってかれるような波が出るんで、波の高さもね大事なんだけど、波のね幅厚さ、それもね海辺立つ人は意識した方がいいですね。これとかもすごいでかい、多分30メーターぐらい、30メーターの 2.5 メーターぐらいなんですよね。こういうのが来るとドワーって来るんで、ここまで来るか。だから沖なんかにいると全然感じないようなドーンってぐらいのね波なんだけど、波長が長いんですよね。あ、鳥がいっぱい、鳥がいっぱいいる。おしよ、なんかスズキが釣れるイメージはないな。奇跡ポイントなんだけど、鳥山ゲームって考えるとこの後だね。夜が明けてすぐってよりは、まあ、スズキもそうなんだけど、だいたいこの時期、7月とか、それぐらいの時期だと、4時ぐらいにね、まあ明るくなるとしたら、5時半とか6時ぐらいに鳥山とか、ボイルとか出るんですよね。だから、意外とこの、ああ、夜が明けた、ダメだった、で終わらない方がいい経験を圧倒的に多くしてますね。まあ、むしろそれぐらいに来るから、待ってたら、案の定始まったっていう。まだ4時半ですからね。でもちょっともうちょいいい場所に移動しちゃって、今なら1時間あるんで、その一番いい5時半までに1時間のうちに移動しちゃおうかな。なんか旅行とかもねあるんで、旅行の堤防とかでやった方が良さそうだ。よし、ちょっと移動します。移動移動、急いでゴールデンタイムまでに。ゆうきくん移動しよう。すいません、ちょっとオーバーしすぎた、私のリクエストが間違っておりました。はい、じゃあ移動してきました。ここなんだ、潮首っていう地名のあたりですね。鳥がすごいいて、2、3キロすごいカモメだらけだったんで、まあベイトはこの辺多いんだと思います。ちょっとこの辺で朝のラストゲームやろうかなって感じで、フォルテンのねタングステン 30g にブレードつけたやつを撫でてみようと思います。ちょっと浅い、浅いというか手前に岩が多すぎてなんかちょっと違う。潮は右から左にかっ飛んでますね。沖はそこに沈み根があるんで釣りができないな。結局早く巻くしかもう、ああそこできそうだね。ちょっと行ってくる。いい場所だ。ここは手前まで3メーターぐらいあるから、鳥がねこんだけいるってことはそれなりにベイトは寄ってんだよね。だけどまだ刺してはないので、だろうな、まあ、風表だからベイトもすごい寄りやすい状況で5メーターぐらいある、まあ、こういうベイト気があるとこだったらいろんな魚狙ってるうちにスズキもね釣れる可能性もあるでしょう。ベイト寄ってるはずだけどこんだけ鳥いるからね、見えないけどね、鳥山みたいなのがね、ナブラが立たないかな。違う、隣行きましょうよ。かかったらどうしようか、鳥に当たっちゃいそうで怖い。ダメだな、これは描けない。どうしよう、せっかく鳥が、見てあっち、ちょっと映して、あの鳥の量なかなかないよ、なかなかないこの鳥の量は。だけどまあ刺してはないんだよね。なんでこんなにいるんだって話なんだけど、でしかも休んでるわけじゃなくて飛んでるんで、鳥にはイワシが見えてるんだと思うんだけど、水面にはほとんど刺してないから、ナブラが始まればねあっという間にすごい鳥山になるんだと思う。なんともいい場所がないね。いやこれは打ち切れ。おお、飛ぶ、危ない危ない危ない、あで行く打ち切れない。くそー、もう魚も見えてないけど、やっぱサーフがやりやすいんかな。
あの波でバチャーンって打ち上げられるんだ。いや多分なんかね、あのドッパーンって来た時打ち上がってんだよね多分。これで反対側から運ばれて落ちてひよってるところ、それを待ってんだよね多分。でもフィッシュイーターが来てないね。イワシが寄ってるだけで。あそこイワシがいるんだ捕まえたい捕まえたい捕まえたい、あ捕まえた捕まえた引き食ったらもうね超嬉しいよね。よしじゃあ戻って寝ましょう一回。はい、さあまた移動して日が暮れていよいよ暗くなるタイミングですね。昨日の朝来た河口に来ました。もう右からねうねりが来て、まあ、ここ川でザーッとうねってたところですね。でそこをちょっとねシャローランナーとかでシーバスっぽく狙ったらどうなのかなってことで、アイザーですね。多分今の潮位だと昨日来た時より1メーターいかないかな、50センチぐらい潮位高いんで、このサンドバーの上をね綺麗に流してみたいと思います。まあいろいろやって思ったのはやっぱシーバス簡単ではない、シーバスはそういるわけじゃない。で青物やってたりヒラメ狙ってたりする人にたまにかかってるっていうのが回ってる来る情報なんだけど、だからその中でじゃあちゃんとシーバス狙ったらまあ簡単じゃないけど可能性あるんじゃないかと思ってきて、ちょっといろいろやってみたけどシーバスを狙えるようなポイントがあんまりない、まあ、ここはそうなんでちょっとやってるんだけど、そもそもそんなにないっていうのと、まあやっぱやってみても全然釣れないので、そうするとやっぱりベイトに当てて釣りになっちゃうと青物が釣れちゃうよねみたいな感じが、まあ面白いけどこうやってねチャレンジしていくのは面白い。仮説を立てて検証して結果に翻弄されていく、これが釣りの本質よね。まあでも流れがいい感じで、なんかここだけこう見たら千葉県のあの堤防みたいに思ったら全然一晩中できちゃうぐらいのいい流れ、沖からのいい波と左からのいい川の払い出しで、さっきの鳥たちは一応シーバス狙いのつもりで、もちろんです決して青物を狙ってたわけではないですだからジグ投げなかったもん。その瞬間瞬間は確かに反応を取りいっちゃうんで青物っぽかったかもしれないですが、かかるたんびにあーエラー洗いしないなとは思ってたんで、まあその時青物がすごいならね楽しみたいじゃないですか。その辺とねその辺がすごい、シーバスならそこかなって感じだけど、なんかほっとくと明日もあの今日の夕方の鳥山行っちゃいそうだけど、なんか本当にブリバンバンつって終わりになっちゃいそうだよね。なんかちょっと変えたいよね。さあブロイン行きます。ブロイン140、今度中層を左から右に流れに乗っけてサンドバーの上を流す。ウェイト戻してちょっと泳がせてレンジ入れて流れに当てて、ああもう浅いな、砂に触るぐらいですよ。いやーこんなんでスズキ食わないかな。めちゃくちゃいい感じ、流し方とかそこの地形の感じは本当にこういう場所なんだけどな。大きいスズキが食うねパターンも、ね、もうちょっと気がかりなのは昨日も言ったけど真水につくスズキっていう感じじゃないんだよなっていうね超過情報が、基本ベイトについて釣れてるのが多いんですよね。真水につくこのね淡水が出る海に出てくるところっていうのもスズキの一つの狙い方なんだけど、それはどうなんだろうな。あれはイカ釣り漁船のイサリビだ、いいね風情があって、あんまり関東じゃね見れない絵だね。あんなんでイカが浮いてくるのがすごい。まだイカ食ってないね、そういえば函館来てイカ食べ行こう。イカ函館来てイカ食わなかったらなんか怒られそう。であと函館ラーメンもあるけど、函館ラーメンってじゃあどんなのって言うとなんかいまいちはっきりしない気もする。塩ラーメンかな。おっちゃん北海道初でしょ。どうだった。まず気候が、うん気候がいい。あそうだね、確かに夏の北海道最高、カラッとしててね。蒸し暑いの苦手。マリスクじゃない。なのに日本で来ちゃいましたね日本に来ちゃった、日本に来ちゃったっていうキーワードが面白いねまださ視聴者の人ごっちゃんがどんな人か知らないじゃん。日本に来ちゃったって、えどういうことって。冬になったらもう一回来てみたいです。ああ真冬にいいよ。高橋祐介が冬の北海道の釣り大好きなんだって、だから来たらいいよ。俺はねやめとくなんか相当寒そうだよ。やってみたいけど、まあみんなで来ようか。ちょっとだけやってみたいんだよな。なんかカメラ背負って来ちゃってもう寒さ無理ってなったらしんどいから、俺運転手で来るよ。運転手で。さあナレジ行きます。この中層ボトムちょっと上をなぞってみます。ナレジ6号、川の水はいい感じで今日は右側に行ってんだね。だから流れ当たってる感じ。
いや、ここじゃないな、ここじゃない。ああ、そこどうなんだろうな。ちょっと入ったことないけど、さっきね、今回何度も通ってて、ここどうなんだろうなって場所があったんで、そこも行ってみたいな。どうなんだろうな。明かり回り行きましょう。ちょっと移動しましょう。まっさな、これは絶対うまい。これは絶対うまいやんけ。いただきます。はい、今焼き鳥弁当を食べて腹ごしらえして、でここはねすごい浅いとこがあったんですよ。で沖にねセメント工場の桟橋が波無理かも入れないかもだけど、ここ入ってって常夜灯がついてるんで、まあそういう明かり回りもねシーバスつく可能性あるよねっていうんで、とりあえずウェーダー入ってきて、すごい干潟でホッキ貝の貝殻をね見歩きながら、もう匂いは打ち上がった昆布の匂いで、こんな干潟初めてだって言いながら来ました。ちょっとやってみるけど、波がやっぱ残ってて、思ったのは真ん中ぐらいまで行けんじゃないかと思ったんだけど、これ無理ですね多分ね。だから行けるだけ行って、カメラ壊さないように。ちなみに横向くといいから、横向くと、あの食らうときは横か後ろ向くと嫌な濡れ方しない。いやー絶対無理じゃないこれ。いやー、やっぱやってる人見たことないって言うんで、やってる人がいないってことはチャンスだって思って来たんだけど、見たことないってことはそういうことだよね、釣りにならないんだよねとか、そういう可能性があるよね。でも開拓っていうのはそういうことなんで、無駄な時間をいっぱい過ごしながら誰も知らないフロンティアにたどり着くっていうね、もう高校生の時からそうやってみんなが釣ったことのないスズキ、釣れ方だったりポイントだったりをね作ってきたんで、まさかそれを北海道でやることになるとは思わなかった。アイザーで行きます。やれるだけやるけど、顔にかかったら帰る。あ、セット来たよ、セット来たよ。俺やっぱり帰りたい。あ、ごっちゃん高くていいな。身長いくつ？183。もう帰りおぶってって言ったよ。でも俺たちもこれ以上行くとカメラ壊すたぶん。いやー、これはないない。釣れる釣りしようぜ、釣れる釣り。あ、4日目、今日東京に帰る日になりました。まあ、昨日の夕方良かったとこに行きました。夜いろいろやったけど何にもヒントなしって感じで、やっぱ今日もここ多分青物が、もうイワシは目の前にびっしりいるんで、多分青物が来るだろう、てかこのイワシについてるだろう、スズキをどうにか取るって感じですかね。でブルインの14センチでやりたいと思います。で今日は青物を狙わないで、極力青物の下、周りにいるスズキをイメージしてちょっと釣りをしてみようかなと。上の方を通しちゃうと青物を食っちゃうんで、下の方をね通して、こんだけイワシいたらヒラメも寄ってくると思うんで、ヒラメなんかを狙うイメージでやってたらシーは救わないかなって。しつこいけどこの並びのサーフで月曜日の朝1本釣れてるんで、いないわけではないんですよ。1本釣れたってことは100匹ぐらいはいるんですよね多分、この界隈に。だからチャンスはある。でなんかシーバスだけが出そうなパターンを探していろいろやったけど、さあ下で ブロインでボトム引っ張ってたら食いましたよ。びっくりした、いきなりひったくってきましたね。でもこれはシーバスの引きではない。これはマスじゃねえか、青物か。青物だ、青金。いきなりもうどうしようもなく青物地獄なんでしょうね今日も。はい、ブロインで14センチで、はい、まあ稲田です。とりあえず今日の1本目こいつじゃないんですけどね。さあこいつも逃がします。さあブロインじゃダメかな、下の方ね。砂には触るんで、中層より下なら青物は食わないんじゃないかという目論見は早くも崩れ去った。はい、じゃあ続いてジグにします。でフォルテンのタングステン 30g にコロラドブレードフックをつけたタイプのチューニングして、それで上引いたらもう青物の餌食なんで、ボトムを取って基本浮かさないようにボトムのリフト&フォールで。さあもう4時半でしょう、そろそろ始まるよ。ああ、ボールにかかっちゃった、青物だこいつしかもでかいそうだし、でかそうだよ。すんげえ走るな、でかいのがかかっちゃったな。
下に沈むまでが鬼門だなと思ってたんだけど、ちょっと相当でかいよ、ね、これは時間かかりそうだよ。大きいのかけちゃったな。フルチャストした先でかかって結構ドラグ出してったからね。まあ楽しいね、釣りは。釣れるのが楽しいよな。負けるときに、なんだろう、昨日も経験したことのない引きの強さ、でかいんかな。よーし、でかいでかい。ああ疲れた。ブリ級、よいしょ。はい、ブリっす、ブリブリ。さあ逃がします。すごい太いね。めちゃくちゃ脂乗ってるって言うから持って帰りたいぐらいだけどな。はい、ブリ、おーで、さあシバスローか。このドラグであんだけ出んだ、馴染んの恐怖症になってきたよ。釣らないようにしてるのがなんかいまいち精神的に気持ちよくないんで、もうガンガン青物かけながらやるのが正解なんだろうね。ホルテン TG30g のね、コロラドブレードフック、 M サイズぐらいがドンピシャですね。飛距離ほとんど落ちないで、収魚力が3倍ぐらいに上がるのかな。タングステンジグは小さくてめちゃくちゃ飛ぶのは一つのメリットだけど、今度水中のアピールって点で鉛に比べて負けるんですよね。だから SLJ みたいにね、沖で深場で落とすとかだったらいいんだけど、なんかこういうキャスティングだと必ずしもタングステンが強いとは限らなくて、そういう時にね、このコロラドブレードがとてもそのアピール不足を補って、あ、今当たった、危ね、その下その下。はい、じゃあガチペン130で、日野も大活躍、ガチペンできます。アメマスも出たからね。お、出た。このあえて完全に止めて食わせない、やっぱトップはすごいな、一発で反応してくるね。アピール力があるから、潮目の左端で鳥が回り出したよ。潮目、潮目。あ、やめて、やめて、やめて。あ、やめて。違うよ。ルアーだよ。ルアーだって。ああ。あら、ほら言わんこっちゃない。さあ、空中ファイト。タコで、タコで、タコ始まっちゃったよ。大丈夫、離すから待っとけ。よし。大丈夫、大丈夫。すぐ離す、すぐ離す。ごめんな。よし。いいっす。失礼しました。偽物があるから気をつけろ、世の中はな。魚に見えたんだろうけど、今日はでもこの浜は外したっぽいね。釣れてるけど、昨日の朝爆裂したっていう浜は2つ先かな。昨日の夕方はそこ行ったけど全然ダメで、こっちの方が鳥がいたんでここでやって、まあそこそこね、夕方良かったんだけど、朝一は釣れたけど、わかんないけど他の浜に持ってかれてるね。鳥の数が全然違うから、どっかしらでね、すごいことなってんだと思うんだけど。無だね。本当だったらまた鳥探して移動したいタイミングで、6時半か7時ぐらいまではそのやってるところはずっと釣れ続くんで、このタイミングで移動するともう一箇所ぐらい近場だったら間に合うんですよね。で、浜っていうのはこうポイントがずっと続くんで、ただもう今日最終日だし、シーバス釣りたくて来てるわけだしみたいな感じで、もうそこまでしなくてもいいかなって感じ。青物ロケならもう今なら移動してる。はい、お疲れ様でした。4日目の朝もまあいろいろ頑張ったけど、またワラサ、まあブリっぽいの一本出たかなって感じで、まあ3泊4日で北海道シーバスってことで挑んだんですけど、まあ簡単ではない、情報通り簡単ではなくて、いろいろこうやったらどうかなっていうのを試したけど、やっぱそんな甘いもんじゃなかったなという感想です。でもね、フィールドの豊かさもすごい楽しんだし、青物はもう十何本取って、
祭り自体めちゃくちゃ楽しみましたってことで、まあ、またね毎年1回か分かんないけどちょっと定期的に来て、北海道でシーバス取ると自分も多分40何都道府県ぐらいのね記録になるんで、更新できそうな県がもうほとんどないので、釣れるそうな鈴木は全部釣ってるから、県別で言えば北海道でね最後のワンピースめたいなぐらいな感じなんで、定期的に通おうと思いますってことで、ご視聴ありがとうございました。ゆきくんもありがとうね。北海道函館シーバス楽しんでください。もう頑張ってください。じゃあ帰りましょう。お疲れ様でした。